どうも、影山です。今日も、えー、水やりという感じですね。水やり、まあ、水やりは親父がやってくれてるんですけども、ちょっとこれレタス寂しいですね。もう、ちょっと、これほんまに育つんか、みたいな感じしてますけども。これ、まあまあ、いちごなんで、まあまあ、来年ですね。で、ブロッコリーとキャベツ。この辺もちょっと、どうなるんでしょうか。ちゃんと育ってほしいな、というふうに考えておりますけども。で、これがプチトマトですね。 ということで今日も、えー、あまり変わらない、えー、映像になってしまって申し訳ないんですけども以上です。